MP3 タグは多くのマルチメディアファイルフォーマットに対応したタグ編集ソフトウェア。ドイツ人のフローリアン・ハイデンライクによって開発されている。日本語を含むマルチ言語に対応しており、Windows で動作する。現在、無料で提供、公開されているが、維持管理目的の寄付や、ウィッシュリストからの音楽 CD の提供を歓迎している。ドネーションウェア。 カッコ内は開くことのできる拡張子。ピリオドも平気。項に明言されていないだけでこの他にも編集可能なフォーマットが存在する。例えば MPEG-4 フォーマットの関連フォーマットである 3GPP よび 3GPP2 フォーマットやクイックタイムフォーマットは拡張子をに一時的に変更することで iTunes 互換のタグが書き込める。 便宜的に作られたという拡張子を持つ MPEG-4 フォーマットファイルや iTunes ストアで旧来販売されたデジタル著作権管理された各種マルチメディアファイルも同様である。また動画部が含まれるアドバンスとシステムズフォーマットフォーマットの場合も一時的に拡張子をに変更することでタグの編集が可能である。以下に日本語版 iTunes から参照される。 タグフィールドと MP3 タグでのタグフィールドの関係を表にまとめる。なお他のタグエディタとは同じものもあれば違うものもあり、タグエディタを複数使用する際は該当タグエディタの振る舞いの確認が必要である。参考程度に iTunes よび MP3 タグでは編集できないが、iTunes ストアで購入したコンテンツに付与される情報も併記する。MP3 タグ。 The Universal Tag Editor.MP3 Tag 2020年12月31日、閲覧。MP3 Tag V3.04 にエリリースド。MP3 Tag Flowria and Hidegnaic 2020年12月31日、閲覧。MP3 Tag Development Build Status Flowria and Hidegnaic 2020年12月31日、閲覧。 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b 2 5 5バイトまでの文字列 a b c d e f g h i j k 並べ替えの際に利用される。日本語環境では赤ラン az0 から9記号の順に並べ替えされる。ではあるが自分のスタイルで読みがな以外にも自由に利用すればよい。 a b c d e f 2 5 5五バイトの制限はない。文字列。開業は ctrl エンター。abcuemmdd フォーマットで定義する。優位だけでも構わない。abcdefgi 整数 ab1 でコンピレーションの一部であることを明示する。例もしくは削除で明示しない。通常の音楽ファイルは、ナメル、ムービーファイルは、 ムービー、ミュージックビデオはミュージックビデオ、テレビ番組は TV ショー、オーディオブックはオーディオブック、iTunes U は iTunes U、着信音はリングトーンで明示できる。一でコンテンツがキャップレスアルバムの一部であることを明示する。ライブ音源を連続的に収録したアルバム曲に明示すると良い。明示することによって iTunes もしくは iPod で、 シャッフル再生時に該当コンテンツは再生されることはなくなる。例が SD 解像度であることを、1が HD 解像度以下であることを、2が FHD 解像度以下であることを明示する。国度が同一であるとき複数の解像度のバージョンを一つのコンテンツとして扱える。性的描写や暴力表現など問題のあるコンテンツなどを児童のために保護者がコントロールする例と、例が レートなし。つまり、問題なしを表す。2は、問題が取り除かれたバージョンであることを明示。4は、問題を含んでいることを明示する。1で、ポッドキャストであることを明示する。http コロンスラッシュスラッシュ。ab 現在の iTunes のバージョンでは利用できない。ab 再生する際に曲と曲との間に、もともと存在しない。 余分な無音を生まないために必要不可欠な情報であるため決して消してはならない。また、利用用途がわからない人は触ってはいけない。iTunes ストアにおけるコンテンツを最も小さい単位で識別する情報。 h t t p s i t u n e s a p p l e c o m j p a l b u m i d x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  i u u u ハット iTunes ストアにおける iTunes ストアにおけるプレイリストを識別する情報。

https://itunes.apple.com/.jp/.artist/.idxxxxxxx 購入に使用したアカウントの種類を識別する。例で Apple ID を使用、1で AOL アカウントを使用したものと識別する。購入に使用したストアの国を識別する。メールアドレス。ありがとうございます。